皆さんこんにちは。ドラム講師の森田亮太です。いつもこの動画レッスンをご覧いただき、ありがとうございます。そして、まあ、たまにお褒めの言葉をいただきまして、誠にありがとうございます。まあ、今後とも、まあ、こう、わかりやすいレッスンをできるだけ心がけて頑張っていきますので、ぜひともご覧ください。よろしくお願いします。まあ、今回、まあ、この動画レッスンでは、まあ、パラディドルの応用、セットの応用といたしまして、レッスン動画を配信したいと思います。パラディドルを、セットの方に応用していくというような練習方法っていうのは、割とまあ、他のレッスン動画でもご紹介をされていたり、まあ、他の教則本とかですね、教則本とかでも、まあ、本当に、たくさんご紹介されているような練習方法であります。で、まあ、それだけまあ、こう、紹介をされているということは、すごく、まあ、その、まあ、体作りにすごく適したような練習パターンとなっておりますので、ぜひ、まあ、この動画レッスンでもご紹介をさせていただこうかと思います。そして、まあ、こういうふうにこう、体を動かしていったら、まあ、こう、やりやすくなっていきますよという、まあ、こう、見た目で難しそうなパターンとかでも、あ、意外とこう、そうなってんねや、みたいな、パターンが、まあ、割と結構あったりとかするので、まあ、ぜひそういうようなパターンをご紹介をさせていただきたいと思います。まあ、パラディドルというのは一体どういったパターンなのか一度やってみます。といったパターンでした。パラディドルというのは、手順的に右、左、右、右、左、右、左、左といったパターンで、パラディドルのパラの部分がシングルストロークですね。で、ディドルの方がダブルストロークと、パラディドルはシングルストロークとダブルストロークが、まあ、掛け合わさったパターンということでした。で、今回は、まあ、一番こう、オーソドックスな、移り変わり方としまして、まあ、アクセント部分、アクセントしているところを、まあ、こういろんなところに、行ってみましょうというようなレッスン動画を配信させていただきたいと思います。一度、やってみましょう。まあ、これは、まあ、その、アクセント部分が、こう、他の場所に行くことによって、こう、ずっとスネアが繋がってるような、音に聞こえるというような、パターンとなります。まあ、これの体の動かし方としましては、まあ、手を上げるポイントですね、こう、アップストロークをするポイントというのをしっかりと掴めれば、割と、こう、楽に、体が、見た目以上に、これは体が動いてくれると思います。なので、そこの手順としましては、まず、まあ、まあ、この、ダブルストロークを叩いてる間に、上がって落ちるような。ダブルストロークの2発目ですね。こう、右、左でしっかりと上がって、落ちるような感じね。しっかりとできるとすごくこういろんなとこに行きやすいと思います。というような感じです。で、これをまあ、その、実践的に応用していくために、まあ、足とできるだけ一緒に合わせながらやると、この、まあ、アクセントがシンバルのところに行った時に、まあ、こう、いけるようになりますし、まあ、ハイハットに行った時も、うまく、
オープンクローズができると思うので、まあ、足がこう8分を、8分ですね。メトロノームが1分の音に対して足が8分入った状態でのこれが16分。そのままの状態で、れるとすごく応用が効きやすいと思います。なので、まあ、これはわりかしその、まあ、遊びながらというか、あの個人練習をこう入った時にですね、まあ、こう遊びながらこうドラムソロ感覚で練習するとすごくこう上達ができると思います。なので、まあ、ここでのそのスネアを叩く手順というのが、まあ、ゴーストノート、ゴーストノートをこううまくするような手順にも近づけると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、このパラディドルのこの練習っていうのは、まあ、こういろんなことに、まあ、応用が効くと思いますので、ぜひともチャレンジをしてみてください。といった感じで今日のレッスン終わります。さよなら。